トークインジャパンへようこそ。 Welcome to Talk in Japan ということで、久しぶりのお方がいます。はい、ご無沙汰しております、シドウでござる。シドウ先生、シドウさん、シドウ忍者です。はい、Thank you! So today we are at some place very familiar if you watch all our YouTube lives, but today we are at a ninja cafe with シドウ忍者。 Yeah! Thank you! ということでね、今日もね、修行をしてね、はい、ちょっともう忍者になります。よし、頑張ってください。頑張ります。できればね、この前やったやつよりももうちょっとね、難しめのこう応用編ができればと思いますので、まずは腕前をね、もう一度見せていただきましょうか。そう、ね、So last time we did a few of the things we're going to do today, but maybe if I get better, we're going to do something that is harder than the one that we did last. はい、お願いします。はい、それでは参りましょうかね。よし、じゃあ刀預けてしまって申し訳ないですが、はい、一回刀狩りします。はい、刀狩りされました。時代ですね。さあ、じゃあまず最初ね、はい、こちらに修行場の中入っていただきまして、的があります。そう、奥にね、的があります。じゃあ、So over here we have all the things we're going to throw. そう、こちらの的にまず何を投げるかということなんですが、こいつを投げます。So we're going to throw this thing. So what do you, everyone think this is? 何でしょう、これは。何でしょう、これは。コメントが見えないからね。ああ。ですけど。手裏剣と申しますね。手裏剣でございます。皆さんの憧れだと思います。はい。So this is a shuriken, everyone's favorite thing to kill before. Shuriken. はい。はい。それじゃあまず手裏剣の投げ方ですね。はい。じゃあ一番ゆり子先生にね、はい、お渡しして。ゲットです。よくね、こう漫画やアニメなんかだとこうやってね、投げるような、はい、まあイメージが皆さんあるかと思うんですけども、手裏剣というのは漢字で書くと手の裏の剣と書きます。剣ですのでね、本当に投げます。ポーンとね、もうお手てスライスされちゃいますからね。なので、手切れないように手裏剣の刃を2本指でこうやってこうギュッと持ちまして、あとは手を使いまして手裏剣くるくるっと回転させます。そうするとこの回転力でですね、いきますよ、忍法手裏剣の術、ほっ、こんな感じ。見えました。はい、Because all of these parts are very sliceable, you're going to slice all your hands off, and then you have no hands. So basically, what you would do is you would grab this part with your two fingers and then throw it, just like our ninja did. はい。さあ、それじゃあ早速ではございますけど、ゆり子先生、はい、行っちゃいましょうか。はい。よいしょ。やっていきます。ええ、行きましょう。So I'm going to throw this at the target now.じゃあですね、拙者が最初に刺したこちらの木の的はね、はい、ちょっと硬いので、まあね、お久しぶりですから、はい、まずはこの木の的の周り、ソフトターゲット、柔らかい的がございますのでね、そちらを狙っていただいて、はい、手裏剣まっすぐ回転させてください。はい、行きましょうか。行きます。あ、惜しい、惜しいね。大丈夫ですよ、大丈夫です、はい、ノープロブレムです。ありがとうございます。やっぱ硬いんです、ね。So, my second one.惜しい。今ね、ゆり子先生はですね、はい、手があまりね、伸びてないのでね、肘をしっかり後ろに下げて、はい、後ろからまっすぐ前までビューンと、はい、で、手裏剣を離すタイミングとしては顔の前がいいです。ここら辺で離す、ね、こういっここです。あ、顔の前ってそっちだね。そうそうそう、顔のね、だとね、ちょっと上の方に行っちゃうので、顔の前、あ、腕を前に行った時、その通り、その通り、その通り、よし、行きましょう。So, release it when it's in front of your face. でね、そうです。はい、ああ、わかりました。素晴らしい。さすがです。いいですね、いいですね。はい、で、今刺さってる手裏剣、若干こう斜めになってますね。はい、これがね、まっすぐ。そう、まっすぐに当たってる方が刺さりやすいです。あ、そう。次、それちょっと意識していただいて、はい、木の的いきましょうか。わかりました。もうちょい近づいてもいいですよ。あ、そう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 、はいはい。あ、惜しい、落ちた。なかなか力は強いね。そうですね、いい感じですよ。木の的を狙っていきます。足をね、はい、結構足の感覚開いていただいて、はい、膝を曲げる感じ。あ、そう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 、いいですよ。
あ、惜しい。今ね、難しいですよね。手裏剣がちょっとこう横に当たってます。あ、そうなんです。手裏剣っていうのはまあ歯が一方向についてますから、はい、この歯がまっすぐ当たらないと絶対刺さないんですよ。そうです、はい、横にならないように縦まっすぐ、そうです、縦に、縦に、はい、あ、惜しい。惜しかった。帰ってきた。お帰りなさい。お帰りなさい。もう一回いきましょう。ブーメランですね。では、いきます。火を当てる。あ、そう、来たー。当たったー。It's finally end。 グレートですよ。 Three targets。 やった、お見事。ありがとうございます。素晴らしい。できました。木に刺さりました。お見事でございます。どうしますか。この辺で応用編行ってみますか。あ、お願いします。応用編。応用編。これはね、まあ、あのいわば復習ですよ。前回も ね、できましたので、はい、次やっていただくのね。これ外しちゃってほしいですか。あ、大丈夫です。取っちゃいますね。取っちゃってください、はい、手裏剣というのはね、まあ、実は1枚投げるのも2枚投げるのもね、同じことでございます。2枚の手裏剣ぴったり重ねます。ずれないようにぴったり重ねて、投げ方は一緒です。しかしもう少しね、指の力を強めましょう。ギュッと持っていただいて、回転力ちょっと強めに加えますといきますよ。手裏剣影分身2連、ほっ、こういう感じ。おお、すごい、すごい、真ん中だ。 So basically two手裏剣at the same time. You put like the cornersthe same place and then you put your fingers more powerfully and then throw it、はい、さあこれのね、複数枚投げやってみましょうか、はい、2枚同時打ちでございます。で、まあ、木は結構難しいですから、す、はい、藁いきましょうかね。藁の的狙ってください。はい、はい、でやっていきます。ここをね、ちゃんとぴったりと合わせて指を力を持って振って投げます。手裏剣が投げるとないですか。しっかりぴったり持ってくださいね、はい、いきます。ああ、惜しい。あ、惜しいですよ。悪くはない、悪くはない。ありがとうございます。今ね、手裏剣がね、はい、やっぱ横向いちゃってます。横向いてます。2つとも、にまっすぐ向くよ。よし、頑張ってください。さあ、できるので。あ、本当だ。1枚だけ刺さり。はい、ありがとうございます。途中で手裏剣同士がね、はい、ぶつかって干渉するとうまく刺さらないんですね。じゃあもうずっと一緒にいてね。そう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 、ずっと一緒に。はい。So you're putting these two together so that they attack each other. じゃあ行きます。あー、惜しい。今のは完全にね、もうバラッキーですね。さようならしてたので。難しいですね。難しいです。これなかなか難しいですから。 So this is pretty difficult if you put the two together. いっぱい文字が書いてある。ええ、これ手裏剣、まあ書いてある文字はね、はい、まあ、特にこれは実際はあの投げる用のものじゃなくて飾る用の手裏剣なので、まああのかっこいいと思われる感じが書いてるんですけど。あ、そうなんです。まあ、手裏剣って本来はあの、ままあ、お守りでございます。はい、お守り代わりに使ってたので、まあ、自分の信じる、そう、竜とかね、そういったものが書かれてるわけですよ。はい、So basically this is, you know, for looking at, but basically, usually you have it's like this and then you put words that you believe らしいです。まあ、立つなになったんですけど、やります。もう絶対入る。と信じれば入る気がする。あ、惜しい。でも横になっちゃいますね。難しいね。次じゃあこれ最後にしましょうか。はい、最後にしましょう。なかなか難しいですから。そうですね。で、次ね、手裏剣、やっぱね、はい、正確にまっすぐ投げることが大切なんですよ。なので1回で投げるんじゃなくて、ちょっと素振りしましょうか。あ、わかりました。1、顔の前で止めます。2、手裏剣止めて3回目でビュンと投げて。はい、わかりました。はい、頑張ります。最後、頑張って。あ、いいよ。はい、その感じで。はい、あー、惜しい。はい、刺さないです。よく頑張りました。ありがとうございます。なかなかね、2枚同時打ちは難しいですから。す、ね、よく頑張っていただきました。ありがとうございます。3度目の正直で、次の修行があったらぜひ刺していただきたいね。そうですね。じゃあ頑張って、はい、次は刺します。よく頑張りました。ありがとうございます。手裏剣修行、今日も再び合格でございます。ありがとうございます。お次行きましょうかね。はい、少々お待ちくださいね。はい、ありがとうございます。ここにいっぱい飾ってあります。あ、コメントだ。カメラマンさんのニュース見ました。おはようございます。やっほー、おはよう。うー、頑張ってる、ありがとう。すごい。 Wait, it's okay, I love Ninja Sahanard. お、Ninja Sahanard。 いや、好き、大好きらしいです。あ、Thank you! I like too.
I love too. Hi from Brazil. Hi from the other Mexico. Hello. え、わかんない。何語だ。金沢の忍者屋敷で遊んだこと。おお。じゃ浅草の忍者。あ、ここ浅草でございます。ぜひ浅草にもね、おいでませ。会えます。この有名な金沢の忍者屋敷は多分あれですね、はい、実在してたやつじゃないですかね。あ、本当のやつね。多分ね、実際にあった忍者屋敷をちょこっとこう綺麗にして回収してやってるやつじゃないかな。へえ、そうなんだらしいです。 So it's a real ninja parlor that was in 金沢。はい、 Nice. Yes, it looks so difficult the first time. Yes, it is. すごいやりたい。じゃあぜひぜひぜひお勉強しましょう。お勉強、お勉強、修行でございますね。修行ですね。お次、はい、吹き矢でございます。吹き矢、吹き矢、ふってやって、そうです、ふってやって、ぴゅってやって、ザクってさせます。その通り。この筒のネジネジがついてますね。こっちにね、矢を入れます。で、今回使います矢がね、特に尖ってるわけではございません。なんでね、正確にまっすぐ当てないとね、刺すの難しいので、いきますよ。まず矢を筒に入れます。吹き口がまあ、お一つずつありますので、これをつけます。これ準備完了です。あとは強く短く思い切り息を吹き込みます。行ってみましょう。忍法吹き矢の術。こういう感じ。おー、どこに刺さった。こちらでございますね。若干真ん中からずれちゃいましたけど。あ、本当だ、刺さって見えないですね。違うから見る。あ、見えない。黒いんですね。そうね、横からね、取らないとね、いまいち見えないかもしれない。これは本来は先っぽに毒とかなってこう刺す感じ。ああ、その通りです。本来であればもっとね、あの尖っててもっと強い矢を使うんですけども、これでも刺さったら痛いですけど、そんなにダメージはないです。その通り、その通り。ただ刺さったら、そうそうそう、なのでこの矢には毒を塗るわけですよ。刺さって痛いってのは、大丈夫ですか？痛いってなりました。痛いってなりましたけど、プスってなんて、それだけで終わらないように毒を塗ります。わかりました。手裏剣も実はそういう感じです。あ、手裏剣もプスって刺さったり痛い。そうです。急所に当たれば一撃で倒すことはできますけど、手とか足とか当たってもね、かなり痛いです。骨まで刺さりますから、ガン痛いってなりますけど、まあ、死ぬことはないので、まあ、そうです。毒等々を塗っておいてね、あ、そう、もう致命傷を負わせるというのが忍者の戦い方でございます。Poison and Karimasen. Here, so if it, you know, it will hurt if it goes into your arm, but it'll break your bones as well. But it doesn't mean you're going to die if you break your bones. So it goes in and then you get poison and then you die. And it goes the same for this one. This one you also have poison at the this part at the tip. So if it goes into you, you die.Poison. はい、そんな感じでね。はい、そんな感じでやってみましょうか。吹き矢でございます。じゃあね、こちらの吹き口を使っていただきまして、行ってみましょうか、はい、これもね、今回尖ってる矢使っておりませんので、はい、藁の的狙ってください。はい、わかりました。いいですよ。切り、はい、ね、あとはですよ、あとはですよ、はい、おっと、これ尖ってるやつだね。あ、尖ったやつもあるんですか。そう、尖ってるやつもあります。後ほどやっていただこうと思います。はい、分かります。これ筒が的に対してまっすぐになってる方が刺さりやすいので、はい、ちょっとしゃがんでみますか。はい、はい、いきます、2回。あ、惜しい。惜しいですよ。硬いですね、やっぱり。あとは筒が動かないようにしっかりギュッと持ってください。固定する。そうです、はい、そうです。分かりました。まだね、若干角度が斜めになってるかもしれません。わかります。あえてちょっと上の方の的狙いましょうか。はい。あー、惜しいね。ちょっと難しいですかね。もうちょい頑張ってみましょうか。はい、難しい。強く短く。はい、強く短く。惜しいね。惜しいですよ。もう一本いきましょう。ありがとうございます。難しいですね。難しいです。これ当たったっけ、前回。どうでしたっけ、忘れちゃいました。あ、来た。お、やった。やった。刺さりました。今のはね、勢いはそうでもなかったんですけども、はい、しっかり角度が良かったですね。あ、そうなんですね。 So this time I finally got it in, and the reason why was because there wasn't much weight when I blew it, but the ankle is very good. はい、素晴らしい。ありがとうございます。じゃあですよ、まあ、今の吹き方を忘れないようにしていただいて、はい、せっかくなんでね、今回
ちょっとね、そう、尖ってるやつ、本物に近づいた矢がございます。こういう感じ。はいはいはい。病気 YouTuber、それでは、こいつを使うとですね、今ぐらいの勢いでも木を刺すことができます、はい、それぐらい強力な矢です。木を狙う感じですか？木狙ってもいいですよ、はい、じゃ木を狙います。いきます。おー、いい、素晴らしい、完璧ですね。じゃじゃーん、ちゃんと刺さりました。木だとやっぱ刺さりますね。お見事お見事。はい、ありがとうございます。もう一発いきますか？はい、こうか。はい、ありがとうございます。で、せっかくですから、はい、ちょっと距離遠くしましょうかね。はい、こちらに黄金の川や手洗いの間がございます。手洗いの間から参りましょう。手洗いの間です。金ピカなんですよ。これフラ…ツル？フラミンゴ？ツルですね。ツルもあります。ツルですね。金ピカの。やっていきます。さあ、できるでしょうか。お見事！刺さった！素晴らしい！トイレから刺さりました。そしてもうちょっといいところに刺さりました。カメラマンさんが見つけられませんでしたけど、じゃじゃーん。 So I threw it from the bathroom and it got into the tree。 こっちの方が正解。はい、ちゃんと尖ってる方がバッチリ刺さってますから、はい、それでは、はい、吹き矢の修行も本日もね、はい、合格としたいと思います。よく頑張りました。お見事でござる。こうやって昔の忍者は、はい、もっと遠いところにこう、あ、そうですね、まあ使いどころにもよるんですけど、はいはい、全然このね、筒が、はい、長くなれば長くなるほど遠いところから狙えます。遠距離用の吹き矢となります。あ、でもこれでもですね、まあ川屋の一番後ろからぐらいでも届いたりとかね。あ、そうなんですね。ただまあ忍者が使うと結構笛にちょっと似てますよね、はいはいはい、笛の中に吹き矢を仕込んで、まあ、近いところでね、相手にこうバレないように忍び込んで忍び寄って、このままずっと怖い近距離に使ったりもいたします。あ、この長さでも近距離で。はい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 、はい、使用用途によりますね。So you can pretend this is a flute and then you can do it. Kill that person. And if it gets longer, it means you can aim for more longer distances. はい、さあ、それじゃあお次がね、はい、最後の修行となります。はい、吹き口いただきましょうか。はい、ありがとうございます。それではですね、最後の修行、刀なんですけれども、はい、こちらにね、先ほどお伝えした、そう、刀狩りした刀がございます。返されました、刀狩り。これで、まあ、前回やったことをまず復習していただきまして、はい、これもね、うまくできればちょっと応用編に進んでいただきたいと思います。はい、はい、刀、まず左側に刺します。左側です。で、右、左利きの人はこっち側ですか？ですね、まあ右利き左利き関係なく左側に刺して右手で使います。まあこれ時代背景とかもあったと思いますけどね、うん、基本的には刀は左に刺して右手で使う。So whether you're right-handed or left-handed, you push it in the left side. はい。はい。そして、まあ、左に刺しましたので、右手でね、刀を持ちます。So you grab it with your right hand. この時にね、ここ、つばというものがあります。つば。So here you have the つば。こいつはですね、まあ、戦ってる時に、ちょっと戦ってみますか。戦ってる時にね、はい、刀を。そうです、こうなって刀がこうずれてきたときに、わ、自分の手を守るためのものです、これね。あー、そっか、そう、ビュッと落ちてきた。その通り、この刀にね、つばがついてなかったらこのままこうザクッとこう自分の、そう、指切られちゃいますので、自分の指、手を守るためのもの、つばでございます。頭いいですね。ねえ、まあ、戦うための武器ですからね。そうですね。で、so, when you're fighting, if you… もう一回いいですか？はいはいはい。 If you are fighting and then the other personComes here. If you don't have the tsuba, it's going to cut your finger off. So pretend it's like this. It's going to cut your finger off, and it will hurt. So that's why they have this tsuba part. はい。はい、このつばの近くを右手で持ちます。So you grab the part near the tsuba with your right hand. しまった。逆ですね。逆でした。はい。で、左手は。鞘、入れ物の一番上です。両手で唾を挟むようにして持ちます。あ、でね、刀のね、はい、刃の向きは上にしておきましょうか。はい。So and then you grab the place like right below the 唾 part, this part with your left hand like this. さあ、で今から刀を抜くんですけど、抜く前にね、こういう動きをやっていただきたいと思います。
So before you pull it out, you will do this. So pushing out with the tuba part like this. はい。これ何やってるか覚えてますか？これはなんだっけ、ガッカロックみたいな。あ、そう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 。ここにね、はばきと呼ばれる安全装置がついてます。あ、これですか？これです。これです。これがはばきです。そう、これが鞘の入り口にこうガチャッとはまってますと、まあ、刀ってね、安全装置としてこれ抜けなくなってるんですよ。勝手にシャキンって抜けたら危ないですから ね、 そうですね。基本的にはこう手入れされてるとこのはばきが鞘にはまると簡単には抜けなくなってます。なのでこいつを先に外してあげると、はい、So basically this part is the safety lock part because if it goes like you and then you're going to cut your fingers off your feet off so you push it up like this and then you pull it out、はい、これね、鯉口を切ると動きの名前がついてるんですけど、鞘の入り口がね、お魚の鯉の口に似てるので、ここ鯉口という名前がついてるわけです。この鯉口で歯を動かす、鯉口を切るので、まあ鯉口切る、鯉口切ってから刀を抜く。ああ、口をこう、そういうことです。 So basically this part, oh, so this move that you're pulling out like this is called 鯉口を切る。 The reason why is this because this part looks like a koi's mouth. Koi is a JapaneseFish. So basically, look, it's basically like a big goldfish. It's a big goldfish. So, and the, you know, it's cutting the mouth. So that's why they call it kokuchoki. Because if you're pulling it out, it's going to cut the mouth. はい。はい、じゃあ行ってみましょうか。右手は刀、はい、左手は鞘です。で、鯉口を切ってから右手の刀は前に出す。左手の鞘は後ろに引いてバッと刀を抜きます。そうです、歯は前を向きます。はい、バット完了です、はい、じゃあね、振っていきたいと思います。相手切っていきますよ、はい、両手で刀を持って頭の上からまっすぐ振ります。はい、真っ向切りと申します。真っ向切り、pulling it like down like this from your top of your head down、so、there's a person here imagine and then like this is called 真っ向切り。いや、その通りです。次行きましょう、はい、次けさ切りと言います。けさ切り、けさというのはお坊さんがね、はいはい、こうかけてる、肩からかけてる、こういう方位のことでございますね。この斜めに、こう方位のように斜めに相手を切る、肩から腰にかけて斜めに切る、これがけさ切りです。ここをスッと切るようにするのけさ切り。 So basically cutting your shoulders to your、like、ここら辺ですかね。あ、そうですね、腰のあたりまでこう食べるとね。 So right here is called けさ切り。いやー、いいですよ、素晴らしい、素晴らしい、はい、もう一回いきましょう、はい、頭の上から斜めに切るけさ切りです。けさ切りです。もう一丁、けさ切りです。けさ切りです。素晴らしい、はい、そしたら次、刀を下から上に向けましょうか。で、下から上に切り上げ、切り、その通り、上に切ります。ここの、ここら辺からザクって、そうですね、下からの切り返しで切り上げるというのもあるし、はい、刀が、相手が上から振ってきた刀を、はい、弾くというような形にも使います。So basically pulling it down from 何でしたっけ？切り上げですね。切り上げ、so 切り上げ is going from down to up. So basically if someone's fighting and like they're going down at you, you block them like this, or you just cut them up, down, up. はい。はい。それじゃあね、切り上げもう一回やりましょう。切り上げ行いまして、はい。次、次はですね。はい、胴切りというやつをやります。胴切り、胴切り、はい、相手のお腹を切ります。こう、そうです、はい、に構って、はい、はいはい、はい、そのままね、漢字の位置を書くように真横にシュッと、真横に、はい、シュッと、あ、その通り、この時、はい、刀がね、こうやってこう横向いちゃうとね、わかります、切れない、そう、刃の部分が、刃の部分がこう下を向いて相手に当たるとね、はい、相手切れませんしね、刀ってこの横からの動きに弱いんですよ。へえ、そう。あ、じゃあパキンと。その通り、根元からボキッと折れてしまいますから。よくありますよね、でも映画とかで。はいはいはい、そう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 、根元が折れやすくなるので、刃の部分をしっかり相手に常に向けるようにして真横に切りましょう。So basically, you always try to cut the person like this because if you go like this, then it's going to break because this part is very weak to going like this. So if you do this.You're going to win. だけどね、こうしましょう。はい、その通りでございます、はい、さあ、胴切りまでできました。そしたらね、今我々は目に見えない敵を倒しました、敵切りましたので、はい、刀に血がついております。悲しい
悲しいですね。血だらけも大切なのに、この血を振るい飛ばします。血振りと言います。血振り、刀を下に向けて、そうです、血の雫を刀の先に溜めましょう。溜めて溜めて、そうポタポタ垂らして振り飛ばす。こうやって振り飛ばす、そういうことでございます。 Basically there's all of the blood that of the people we killed because we killed all the people they're lying on the ground. So basically what you do is you get the blood to drip off here and then you go like this and then get off the blood off our katana. はい、これ血振り行いましたら刀を鞘に戻していきましょう。右手は刀、左手は鞘です。はい、で切れる方、刃の部分上に向けた状態で、その通り左手で鞘を動かすようにして刀を鞘へと収めましょう。はい、お見事でございます。さあ、まあ、ここまではね、前回も言いました復習ですよ、はい、復習です。はい、ということで今からね、ちょいと応用編に参りたいと思います。 The hard part should begin now. さあ、まあ、拙者は師匠でございます。師匠です、ええ、弟子はね、師匠を常に超えていくものでございますから、はい、最後はあの我らで決闘をいたします。はい、さあどうするかと言いますとですね、いわば盾というのを聞いたことありますか。はい、そうそう、刀でね、あの戦うんですけど、あれあの本当に切ってるわけじゃなくて、切ってるように見せるというようなものでも、そう、その通り、その通り、何人拙者がいても足りませんから。そうです。今から拙者を、まあ、切っていただきたいと思います。はい、さあやることはですね、今、はい、動かずに刀振ってきました。はい、ちょ、動きながら振っていただきたいと思います。はい、ちょっとこれ動かしましょうか。ちょっとね、後ろに下げちゃおうか。はい、失礼。はい、まあ、ここ、これぐらいの空間があれば十分でしょう。はい、まずはですね、拙者と同じ動きをしてもらいましょうか。はい、刀を抜きます。はい、刃は前ですね。はい、切れる方前に向きましょう。で、最初にやるのは今日やった4つの動き、この流れでいきます。はい、頭の上から真っ向切り、できるだけ遠くに切ります。はい、できるだけ遠くに。そうです、いいですよ。はい、続いて斜め、けさ切り、どっちでもいいですよ、切りやすい方で。はい、け、は、さ、い、切りしたらですね、はい、前に行ってください。前に。で、後ろを向きます。はい、敵がね、位置を入れ替わったと思ってください。はい、わかります。けさ切りをして、前に出て、後ろ向く。次はですね、下から上に切り上げ。はい、その通りです。これでね、相手の刀をこう弾いたと思ってください。はい、刀弾いて、最後、お腹の横に刀を構えて。どっちでもいいですよ。やりやすい方でいいですよ。はい、横に構えて、胴切り。一歩出ながらいきましょう。ここそうです、はい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 、一歩出ながら、そうです、相手のお腹をこうズパンと切る。ワンレグアウト、素晴らしい。カットスタメカアイマジナリーエネミー。そしたらですね、最後刀から血をピッと。これ一番のカッコつけポイントですから、しっかりしっかりカメラ見てね。はい、キュッ、あ、いいですね。はい、そして刀を鞘に戻します。これ最後出てるんですか。これね、左手で鞘の入り口を持つ、小い口を持つことが結構大切です。はい、で、人差し指をちょっとね、動かせるようにしておいていただいて、そう、親指と人差し指でね、ちょっとこうつまむような感じ。この時に刀の根元をですね、はい、小い口に合わせてください。そう、はい、で、このまま、そう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 、左手を動かすことによって刀を鞘へと戻す。はい、わかりました。素晴らしい。さあ、この動きをですね、はい、次、拙者が相手におりますのでね、はい、拙者とは違う動きでやっていただきたいと思います。はい、まず刀抜きます。やることはさっきやったことと一緒です。はい、拙者が前に行きますので、まずは真っ向切り、はい、上からまっすぐ切ります。そうです。はい、続いて袈裟切り、斜めに切りましょう。上から、あ、上から、上から斜め、はい、斜めに切ったら入れ替え、はい、その通りです。続きまして、拙者が次攻撃していきます。はい、上から刀振ってくるので切り上げ、そう、その通り。はい、そして最後、お腹の横に刀構えてズバッと、はい、死んじゃいました。そして、刀から血を戻す、はい、生きてた、ちょっと、はい、血振り、いいですよ。はい、で、しまいます。そのきれいになりました。指導さんの血がついてないです。はい、お見事ということでございます。はい、今頃ね、本番ですから。あ、本番じゃよかったです。リハーサルでございます。あ、死んだフリーでしたもんね。いきますよ。はい、それではゆりこ先生、はい、今からが決闘でございます。はい、前、抜刀、抜
硬い方。すいません、ちょっと待ってください。行きましょうか。これ多分ね、持ち方ですね、はい、深く持ちすぎちゃうとね、はい、刀抜いた時に逆になるんですよ、はいはい、なので浅めにちょっとね、このお山に指をかける程度です。軽く持ってください、はい、もうちょいね、もうちょい、あ、そうそうそう、ここいい感じ、はい、はい、行きましょうか。気を取り直して、バット、はい、で、真っ向切りから、はい、いいですよ。続いてから斜めに手下切り、さあ、なかなかやりよる、次は拙者の番だ、はい、切り上げ、はい、その通り、最後、お腹にガッバーッと、おっしゃ、お見事。2回目のね、お亡くなりなんですけど、血振りをします。ここいっぱいついてるんですよ。いきます、はい、で、しまいます。スッとして、あ、ずれちゃった。スッとして、はい、お見事。あ、生き返った素晴らしい。ということで、指導さんが生き返りました。指導忍者が、拙者は不死身でござる。あ、不死身でしたよくできました、お見事さあ、それではですね、これをもちまして剣術修行も見事合格でございます。よく頑張りました。ということで、finished with my all of my ninja studies。 その通り、オール忍者スタディ終わりましたんではい、ありがとうございます。手裏剣、吹き矢、刀、3つの修行合格でございますのでね、最後再びご挨拶でちょっと締めたいと思います、はい、忍者の構えを作ってください。覚えてます？指2本、指2本、はい、で、左手が上です。で、左が、so your left finger is on top。これ刀印と言いまして、刀の印と書いて刀印でございます。刀を意味してます。今仕方使いましたね。左に刀刺します。右手で抜きます。なので右手で意味してるのはこの抜いた刀なんですよ。ああ、よいしょ。そうで、左手で意味してるのはこちら鞘でございます。入れ物ね。刀を鞘に収めた形、なんか出てきたね刀を鞘に収めた形、右手の指、右手の指を左手の指でこう収めた形、これが忍者の構えでございます、はい、それでは拙者がせーのと言うならね、忍で締めましょう、はい、では本日の修行これで終了。最後までよく頑張りました。ご挨拶、せーの、忍、はい、よく頑張りました。ありがとうございました。忍者になりました、2回目まあ忍者修行は以上で終わりなんですけども、はい、本日はね、よく頑張っていただいたので、当店の特別な甘味カトンプリンの術がございますので、じゃ楽しみにしています。ちょいとお席でお待ちいただきましょうかね、はい、刀上がりを、ああ、刀上がりしましょう刀上がりしましょう、ありがとうございます、ありがとうございました。しばしお待ちを。 Yes, I won. I won. はい、ちょっとね、ちょっと鼻かみたいです。カフェソーで、終わりました。やった、忍者になりました。コメント読みタイムです。先生が、先生を倒してた。やった、倒せましたよ。倒されましたはい、ということでですね、でどこだ、どこまで読みましたかね。あ、ここら辺だ。すごいやりたいですね、やりたいです。 Yes, looks so difficult in the first time. It was very difficult. ちょっと鼻かみたい。はい、Lost Ninjas especially Naruto。 あ、そうなの、みんなナルト好きなんですね。 I never watch Naruto, I think, probably。 骨を切るのは致命的に、いや、骨を折ってもその死なないじゃないですか、多分。出てきちゃった。なんでね、そうなんです、死なないです、まだ。おはようございます。忍者の格好はとても似合ってます。かっこいい、ありがとう。あれ、これズボンだった、ここを引っ張ろうとしたズボンでした。え、 Like the anime。 Oh, yayGarden sword. Yes, oh yes, a guard. Like the safety protection, as you say it now. Habaki. Koikuchi. Oh, my God. This one. Kiri Age Do. Kiri Chiburi. Oh, okay. So, this one. I'm going to comment on this one. Master and discipline. Yes. Umai. Arigato. Muri. Muri yo. Muri yo. Bachi bachi. The best life that is. Yay! Thank you.So, everyone. Oh, this chair is scary. This chair has ninja elements. Elements.たくさんね、刀が飾ってあるんでね、全部はね、切れるわけじゃないんですけどね、いっぱい飾ってあるので、ぜひ見に来てはいかがでしょうか。こけしもいっぱいいます。 So there are a lot of こけし Japanese things and also all these katanas. So if you ever come here, maybe you can check it out. でね、ここにね、いろんなグッズも売ってるのでね、ぜひ買いに来てください。これかわいい。
端、刀端があったりとか、あ、これもあれですね、つばです。たくさんあります。これはついてない。これはつけるんですかね。はいはい、それではですね、今お持ちいたしましたこちらがカトンプリンの術というんですか。カトンプリン術、カトンの術ってご存知ですか。わかんないです。カトンの術なんかね、多分ねナルトとかご存知の方はよく知ってるかもしれないね。みんな知ってますか、カトンの術。カトンの術、はい、火を使うわけでございます、はい、で、あの正確にはトン創術、カトンの術というのがあの火とあとトンというねちょ漢字で書くんですけども、はいはいはい、トン創術というものがありまして、敵から逃げる時のための忍術がトン創術です。で、逃げる時に火を使うのがカトンの術と言います。で、まあ、今から逃げるわけではないんですが、はい、カトンの術を用いた火を使った忍術、火を使った、甘味でございます。今お持ちしたのがね、まあ、固く凍ってるプリンでございます。このままだと食べられませんので、こちらに拙者がね、あの気合で火を飛ばします。気合で火を飛ばします。火をつけてくれます。火種は持ってきますけどね、また。ああ、そうですね。火をつけましてこのプリンをねいい感じに溶かしますので、はい、溶けたプリンとアイスをあのまたいい感じに食べていただくと、はい、そういうものでございます。お願いします。調理ちょっと待ってくださいね、はい、あの集中してきます。火を使うのでね、ちょっと気を貯めてこないといけない。少々お待ちください。気合ね、ええ、必要なので、しばしお待ちを。可愛いでしょ。可愛いでしょ。これね、サーモンです。こんなことを話してるんですけど、ここにはね、グッズがいっぱい売ってるんですよ。手裏剣とか、これなんだろう、クグ、わかんない、なんて書いてあるの、忍者クナイか、クナイだった、クナイとかが売ってますね。いいな、楽しそう。これを家に大量に飾って忍者の家にしたいですね、皆さん。あ、こっち側にもあるんですね。なんかあれがありますね、しおり。硬いプリンです。すごく硬いです。多分石ぐらい硬いです。食べれないですね。食べられないですね。そんなプリンを食べていきましょう。さあ来るのでしょうか。撮っとこう写真。あ、これ私が携帯しようか。どう、それでは、はい、大変長らくお待たせいたしました。参りましょう、カトンの術でございます。本日はね、ご来店いただき誠にありがとうございました。参りましょう、大きカトンの術。リン、ピョ、トウ、シャ、カイ、ジン、レツ、ザイ、ゼン。オンマリシェイソーカ、オンマリシェイソーカ、オンマリシェイソーカ。神道滅極、忍法カトン。焼きプリンの術、天下に。これが拙者の奥義、カトンの術でございます。今こちらのプリンにですね、拙者の魂の炎、火を注い込みました。この火が消えてから後100秒くらい経ったらね、火が消えてから100秒ですよ。そしたらまあ触れるようになるので、そしたらね、こちらの備え付けのサジでプリンとね、アイス同時にね、お食べください。以上、カトンの術でございました。ありがとうございました。ドロン、いなくなっちゃった。消えました、今ドローンで消えました。さあ、燃えてます。プリンが燃えております。これ好きだな。縦動画もちょっと撮っとこう。さあ、プリンが燃えています。タン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 。これがね、皆様、本物の焼きプリンです。止まってなかった。皆さん、よくあるじゃないですか、コンビニで焼きプリンとか。これが焼きプリンです、本物の。あのね、上がね、ちょっとね、燃えてるやつじゃなく、あ、燃えてるですね、焦がしてあるやつじゃなくて、これがね、本物です。すごい触りたくなるな。そう、あの皆さん、宇宙グラスの動画そろそろ上がるんですけど、プレミアね、あれも火を使うんですけど、あれの火もすごい触りたくなったんですよ。これスッて出るんですけど、こう こっち側にね、縦に炎が出るんですけど、スッてやりたくなっちゃうんですよ。あ、火がちょっとなくなった。でもね、これを全部消えてから100秒待たなきゃいけないのでね。萌え萌えプリンです。あの萌え萌えプリンです。あ、消えてきた。萌え萌えプリン減少傾向です。さあ、今はね、萌え萌えプリン、あのメイドカフェみたいな名前なんですけどね、
ちゃんとした名前があるので、もいもいぷい。さあ今忍者指導者を打ち合わせ中です。すごい今回収トラックが来ています。すごいなんかカヌレみたい、美味しそうですね。もえもえプリン、写真撮るの忘れた、切り抜きを撮ります。もえもえプリンタイム。なんかもうもはやこういう食べ物のように見えてきたんですけど、お、どういうことだ。なんか2回撮れました。ちょっとねコメントを見ます、みんなの。えい、ドロン、機関、忍者のもので飾ってあるこの顔、もう、あ、忍者のもので飾ってあるこの部屋がかっこいい。萌え萌えプリン、あ、萌え萌えの、ノー萌え萌えプリンになりました。じゃここからね、100秒ということで撮っていきます。数えていきます。70秒ですね。はじめということで、それじゃあ今のうちに、はい、茶道を、ね、はい、待っている間にいたしましょうか。じゃあちょっとねタイマーつけたのでこれをね待っていきます。これまだ切ってないんですよ。早く切ろう。花粉症助けてください、みんな。花粉症なんだよ。こんなことコメント言わなきゃいけない。もいもいキュン。私メイドカフェ行ったことないので、皆さんね、あのこういうね本物の燃えたプリンが出た時にもいもいキュンって言いましょう。意味は違うんですけどね、すごく。あのメイドカフェのモイモイキューはなんか魔法注入みたいな感じなんですけどね、ここは本物のモイモイプリン。覚えてます。アレルギー、はい、ということで茶道体験ができます。はい、当店の茶道体験はですね、ゆりこ先生皆様にですねお茶を立てていただくというものでございます、はい、こちらにお持ちしているのが茶筅というものです。この茶筅3本指でですね、3本指、親指、人差し指、中指、この3本指で上から持ちます、はい、であとはですねこう手首使いながらこうシャカ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 ともう勢いよくね、はい、混ぜていただきます。そうすることによってこう泡が立ちましてね、あの通常抹茶というのは若干こう苦いんですけども、風味等々がね、立ちましてですね、はい、美味しく召し上がれるということでございます、はい、分かりました。やってみましょうか。やってみます、はい、あ、できたプリン。お、プリン完成しましたね。プリン完成です、ね。まあまあちょっと待っていただいて。そうです。 So you grab it with your three fingers and you go like this. So you make a lot of なんだっけ。これね結構思ってるよりね、あのかなりガガガガガガッとね立てていただいた方がいい。でこの時にね左手添えておきましょうか。その通りです。あ、いいですよ、いいですよ、なかなか良い、なかなか良い。ありがとうございます。茶筅自体がね傾かない方がいいです。あ、そうなんだ。そうそうそう、あ、いやいやいや、いいですね。お、良い感じ、良い感じ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。はい。でね、こう表面全体をこう泡が覆うような感じね。はい。流派とかにもよったりするみたいですけど。ああ、そうですよね。で、いい感じでこう泡立ちましたらですね。はい。ひらがなのの字を書くような感じで真ん中に泡を集めます。のの字を書いて真ん中でこうスッと。はい、素晴らしい、良いですね。泡が真ん中に集まり、素晴らしい、集まりました。お見事でございます。はい、できました。で通常やっぱね、はい、お茶菓子というものがございますので、ちょうどここにそうですねございます。カトンプリンが完成しておりますの で、こちらとともにどうぞお召し上がりください、はい、ありがとうございます。いただきます。忍者系の映画を見たことあります。え、なんだろう、ない気がします。もいもいはそっちです。花粉ね、日本花粉すごいです。忍者指導、忍者どうですか花粉。あ、花粉はね、いや、はい、花粉程度に接しは負けませんよ。あ、負けないんですね、切っちゃう、切っちゃう、もう見えませんけどね。あ、そうです。もう常にこう花粉程度にやられるような修行はしてないんで。あ、と言いつつ結構きますね。ね、シパシパしますね。なんかあれじゃないんですか、はい、鼻水とかくしゃみ出る系じゃないですか。ああ、今日は大丈夫ですね。今日結構
来てますか？来てます。あ、朝から来てます。拙者は大丈夫でした。あ、羨ましいです。よくでもやっぱ目がシュパシュパしますね、拙者は。あ、そうなんですね。何の花粉かとかにもよるのかもしれないね。うん、確かに。多分私杉花粉だと思う。忍者でも負けます。悲しいです。いただきます。萌え萌えプリン。良いね、萌え萌えプリン。いい、ね、名前を変えましたかって、ごめんなさい。漢字が変換されてそう。うん。おー、すごい。プリン。美味しい。So cool. Yes. アイスもついてます。あ、これ江戸切子じゃないですね。江戸切子ではないんです。江戸切子ではない。申し訳ないね。いや、全然全然。似てるやつです。見た目が。さあ、プリン。固まってる。ということで、お茶を飲みます。そろそろ、じゃあそろそろ終わりたいと思います。これはね、映像外でゆっくり食べたいと思います。じゃあ、指導先生、こんにちは。はい、こんにちは。再びこんにちはですけど、再び4回目ぐらいのこんにちはなんですけどね、はい、じゃあまたぜひ今度いつか出てくるかもしれないので待っててください。こんにちは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ニンニンニン、バイバーイ。さらばじゃ。浅草のなんだっけ、忍者カフェ、忍者カフェでございますね、はい、浅草忍者カフェ&バー、お待ちしております。待ってます。 We will be waiting in the 浅草忍者バー、忍者カフェ&バー。 Thank you for coming. Bye bye.